アドルフ・ドミンゴ・デグス・マンルケは、キューバのハバナ州ハバナ出身のプロ野球選手。右投げ右打ち。愛称は、ザ・プライド・オブ・ハバナ。キューバのハバナに生まれた。アメリカ合衆国では当初、ニグロリーグのキューバ人選抜チームである、キューバンスターズで投手として、プレーをしていたが、青い目をしていて、肌の色が白かったことで、有色人種の出場が許されていなかった。 当時の MLB に出場することができた。1914年に23歳で MLB のボストンブレーブスに入団したが、ブレーブスでは出場機会に恵まれなかった。1918年にはシンシナティレッツへトレードされる。主にカーブを主体とした頭脳的なピッチングスタイルで、この年に83.0回を投げて頭角を表し、その後12年にわたって、 レッツの先発投手を務めた。1919年には、ブラックソックス事件の舞台となった、シカゴホワイトソックスとのワールドシリーズに出場。リリーフとして2試合に登板し、レッツのワールドシリーズ制覇に貢献している。その後1923年に27勝8敗、防御率1.93の成績で最優秀、防御率と最多勝ちの二冠を獲得し、キューバ出身者として、 初めて MLB の投手部門のタイトルを獲得した人物となった。1925年にも16勝、防御率2.63の成績で2度目の最優秀、防御率のタイトルを獲得し、この時はシーズンの MVP 候補にも挙げられている。レッツに1 2年在籍した後、40歳に近くなった1930年にブルックリン・ロビンズへ移籍。 1932年には41歳でニューヨークジャイアンツのリリーフを務めた。1935年に44歳で現役を引退した。1933年の野球カード1911から1912シーズンにキューバ国内リーグリーがクバーナでベースボールデビュー。1911年秋のフィラデルフィアフィリーズとの親善試合にも登板した。 1919 19から1920シーズンは、アラクラネス、デル・アルメンダレスの選手権人監督として、チームを優勝に導いた。1934から1935シーズンに、リーグ1位の防御率1.27を記録し、再び、アルメンダレスを優勝に導いた。1944から1945シーズンに54歳で、現役復帰して1試合だけ登板した。 キューバリーグを代表する投手として長期間活躍し通算106勝71敗は革命前のキューバリーグではマーティン D5 に次いで2番目に多い勝利数であるジャイアンツのコーチを1936年1937年1941年から1945年までの計7シーズン務めたその後も1956年までキューバリーグ マイナーリーグ、メキシカンリーグのいくつかのチームの監督を務めた。1957年7月3日に、心臓発作のため、生まれ故郷のハバナで死去。66歳没。遺体はコロンボ地に埋葬された。同年にキューバ野球殿堂入りを果たした。1967年にレッツ野球殿堂入りを果たした。ありがとうございます。